こんにちは。今日は21日です、昨日20日の日はですね、松山の方に、皆さんが来ていただいて、復旧に当たってもらいました、その後終わった後非常に、胸を打たれるものがあったんですが、ある会社から預かっているというか商品を皆さんで、イベントで販売をするということを やりましたけれども、その中で、みんなが元気をもらえる、みんながやって参加した人もしない人も、口々にみんなが、そのやったことの意義とか喜びとか頑張った話を聞くときに、まあ、よかったな、物を売る、事実を売る、そして心を理解してもらう、心にお金を払っていただけるサービス、そういうものをしたときに、物を売ったんではなくして、みんなの心をそこでご披露し、そしてみんなが喜んだんではないかな、そんなことをふと思いまして、昨日は心地よい、私にも心をいただいたなって感じがします。これからも本当に心というものを大切にして、物にも心を乗せる、技術にも心を入れてやっていく、そして心を心でつなげれる、そんな活動が進めていけたらいいな、そんなことをふと昨日思いました。感想です。今日もそんな、心を大切にしながら頑張っていきたいと思います。さよなら。